ションさせていただきます。テレビ朝日の斉藤です。お願いします。お願いします。今の率直なお気持ち教えてください。そうですね、まあ、階級変えて、全日本は初めての大会で、で、まあまあ、国体でも1回対戦したことがあって、でその時は、まあ、テクニカル、まあ、もうボコボコにされてしまったんですけど、で今回、まあ、4対2がスコアだったんですけど、まあ、試合の内容を見たらまだ差があると感じていて、まあ、すごく悔しいです、はい、ご自身の中でその決勝の内容を振り返りまして、ご自身の中で良かった点や課題っていうのは具体的にどのようなところでしょうか。まあ、良かった点としては、まあ、ポイントを、まあ、最小限というか、まあ、前回の対戦した時よりはロースコアに抑えられたのは良かったと思います。あとは前回の国体でもやってたんですけど、その時はポイントが1点も取れなくて、で、まあ、今回自分が仕掛けてポイントを取れた部分としては、まあ、良かったのかなと思います。この階級を変えたことによってなんか影響っていうのはどのようなところで感じましたか。そうですね、まあ、階級を変え上の階級で出て、まあ、減量とかは一切なくて、まあ、自分の本来のナチュラルなその体重で試合に挑めて、ですごく、まあ、体のコンディションというか状態はすごくいい状態で臨めたので、その階級変更の、まあ、影響っていうのはそんなさほど悪い影響はないかなと思っています。このパリオリンピック第一次選考に向けて階級を変更したということですか。はい。これからも選考が続いていくと思いますけれども、今後に向けてのプランや目標を教えてください。そうですね、まあ、また6月に、全日本選抜が控えているので、そこでしっかり勝たないと、まあ、そこでしっかり勝って、またプレーオフがあると思うので、そこでしっかり勝って、で世界選手権で権利を取ってくるのが大事だと思っているので、それまでしっかりまた強化したいと思います。ありがとうございます。代表以上とさせていただきます。共同通信の社員です。お疲れ様です。まあ、86に向けて、まあ、この4月からかな、特に下半身とか鍛えてきてると思うんですけども、そのあたり今日フィット具合というかどうですか、こう馴染み方というかですね。まあ、そうですね、まあ、崩されてはいたんですけど、で崩された時に、まあ、その前まではすごい耐えきれないとか、ちょっとすぐバテてしまったりして、まあ、なんか体力差というかそのフィジカル面で差は大きくあったなと思ったんですけど、まあ、下半身強化し始めてからは、まあ、さほどその前回というか前に比べてはすごい打たれ強くなったというか、その辺はちょっと強化できているのかなという実感はあります。あと今度6月に向けて一つポイントとなってきそうだなって感じた部分は、まあ、そうですね、まあ、攻撃力が79キロ級の時は、まあ、通用してた部分は大きかったので、でも今回やっぱ決勝は特に自分が攻めさせてくれる場面がすごく少なくて、で自分の展開を作るのができなかったので、まあ、ポイントを抑えるところはできてたと思うので、うん、次は攻撃力を
強化していきたいと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。静岡新聞の山本です。よろしくお願いします。階級変更してからここまでのこう、ステップといいますか、その辺に関してはご自身の中でこう予定通りなのか、それよりもこうまだまだという部分なのか、それ順調なのか、その辺を教えていただけますでしょうか。そうですね、ポジティブに考えたら、順調なのかなと思っていて、1回戦の相手も、ちょっと相手が膝の怪我を負っていたので、そこを、2回空いてる負けて、2回負けてる相手で、そのトーナメントが出たときは少しちょっと焦ったというか、ちょっと、動揺は少しあったんですけど、自分どちらにしてを自分の方が格下だと、分かっていたので、チャレンジャーという気持ちで臨めることができたかなと思います。はい、ありがとうございます。高橋選手、ありがとうございました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。